ビンゴみたいですね。ああ、ようやく尻尾をつかんだぜ。それにしてもラベンヌ廃校とはな、うまい場所に目をつけたもんだぜ。確か空賊団が定期船の積み荷を奪うために利用した場所でしたよね。らしいな。エステルたちが途中にある露天堀の場所で空賊団の一味と交戦したそうだ。とするとそこをアジトにしている可能性が高そうですね。どうします？このまま踏み込みますか？ああ、ギルドと軍に連絡している暇はねえ。とりあえず潜入して残党の規模を確かめるぞ。ラジャーです。おかしいな。予想通りアジトのようだが、人の気配が感じられねえぞ。そうですね。さっきの兵士たちどこに行っちゃったのかな。もしかしたら感づかれたかもしれねえが、まあいい、とっとと調べるぞ。ダメですね、もぬけの殻って感じです。先輩の方はどうですか？こっちも同じだな。留守中なのか、あるいは拠点を移った直後なのか。せめて行き先が分かるような手がかりでもありゃいいんだが。行き先の手がかりにはならなさそうなんですけど、あっちのテントでこのファイルを見つけました。おお、見せてみろ。なんだこいつは、妙な図面が書かれてやがるな。オルグイユ開発計画、何かの乗り物の設計図みたいだな。オルグイユ、ちょっとおしゃれな名前ですね。やっぱり飛行船なんでしょうか。さて、こういうのは門外観だからよくわからねえが。したんですか？ページの間にメモが挟んであった。招待状は配り終わった。テーブルと椅子も用意した。お茶会の準備はこれでおしまい。あとはお茶菓子を焼いてお客様が集まるのを待つ。ほのぼのした内容ですね。なんだか絵本の一節みたい。どうせ何かの暗号だろうさ。問題は何を意味しているメッセージかってことだな。知れ！嘘、いつの間に。Okay.
随分と味な気配の立ち方をするじゃないか。あの赤い少尉にでも習ったかよ。アガット先輩。まあどうやら普通じゃねえな。連携で一角を崩してそれぞれ残りを片付ける。できるならお任せあれ。そんじゃ行くぜ。はい。受けたはいいが、どうにも奇妙な手応えだぜ。何か危ない薬でもやってるんじゃないですか。前にルアンの不良グループが薬で操られたって聞きましたけど。いや、それともまた違う手応えだ。まるで石か木をぶった切っているような。
すごい。お兄さんたち、なかなか優秀な遊撃士だね。てめえは。見くらう蛇に連なるものさ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。見くらう蛇に連なるものさ。とうとう現れやがったか。てめえ、なんでこんな場所にいる。特務兵の残党と一緒に何をしようとしてやがるんだ。今回の僕の役割はあくまで見届け役なんだ。具体的な計画のことを僕に尋ねるのは筋違いだよ。というか僕も知らないしね。見届け役だと。まあお茶会に参加するなら急いだ方がいいかもしれないよ。どこで開かれるかは知らないけど、少なくともここじゃないのは確かさ。それともここで僕と一緒に夜明けのコーヒーでも飲もうか。君、まだ若いみたいだけど本当に結社の人間なの。悪いことは言わないから、そんなのやめちゃった方がいいよ。優しいお姉さんだな。でも道化師のことを笑い物にするのならともかく、心配するのはマナー違反だね。え？嘘。あれだけぶちのめしてまだ動けるだと。だから君たち遊撃士ってのは甘いんだよね。やるんだったら徹底的に壊すつもりじゃないと。てめえ！ひどい、なんてことを。驚いた？なかなかよくできたびっくり箱だろ。これにて今宵のショーはおしまいさ。それでは皆様ごきげんよう。ふざけんな！アガット先輩。ああ。こんな死に方しなくちゃならないほど罪深くはなかっただろうにな。とりあえずこのままにはしておけねえぜ。お前はそのあたりで適当に時間を潰しておけ。さすがに若い娘にはきついだろう。でもあれ？おい！あのアガト先輩、この腕作り物みたいなんですけど。何？車にゼンマイ、それに結晶回路の破片。
まりこいつは自律的に行動する動力人形、いわゆる人形兵器ってやつやろね。何者だ？七曜教会の巡回神父、ケビン・グラハム言いますわ。アガット・クロスナーさんと、アネラス・エルフィードさんやね。ものは相談なんやけど、お互い、情報交換をせえへんか？相変わらず見事な手並みじゃないか。あなたたちこそなかなか見事な連携だった。おかげで一気に蹴りがついたよ。ふん、おだてても何も出ないからね。これで10体目だよ。あとどれだけ狩ればいいのさ。そうだな、そろそろ狩り尽くしたと思う。王国軍も動くだろうし、この辺りが引き際だろう。そっか。しかし結社っていうのは何を考えているのかわからねえな。どうしてあの黒坊主どもの人形なんざ徘徊させてるんだよ。そう、まさにそれだぜ。本物の特務兵の残党たちは一体どこに行っちまったんだ。多分あのメモにあったお茶会の可能性が高い。人形兵器はそこから軍の目をそらすために使われたんだろう。なるほどな。どこで何をするかは知らんが、どうにもきな臭い雰囲気だぜ。まあ俺たちが手を貸す義理なんざないんだが、そのお茶会ってのは放っておいてもいいのかよ。今頃遊撃士たちがあの廃校を捜索しているはずだ。このまま軍とギルドに任せよう。そうそう、メモと設計図を残しただけでも十分だってば。こうしてギルドに代わって人形退治だってしてるんだし。あとはあの能天気女たちに任せとけばいいんじゃないの。なんだよ、今さら昔の仲間が心配なの。いや、もう僕には関係ない人たちさ。お茶会が始まれば軍の警戒もそちらに向かう。その機を逃さずに動こう。あや、さーて忙しくなりそうだぜ。